例えばこう右行って左行く、これもなんか違う名前のシェイクだったりするわけ。あの例えばこれだけチョコレートシェイクって言います。なんで？どうも、いい年こいてダンスやってるアズと申します。今日は、かよこ先生にソウルステップをちょっとレクチャーしていただこうと思います。はい、かよこです。美味しそうな名前のステップをやってみたいと思います。はい、チョコレートシェイクと言います。はい、シェイクというだけあって肩をこう動かす仕草あるんですけど、まず動きには軌道っていうものがありまして、その、まず軌道を説明していきたいと思います。まず足をちょっと肩幅ぐらいに開いていただいて、右の方に、右足の方に重心を持っていきます。で、ワンで左足の方に重心を持ってきて、そちらの方に、その途端に手を上げて戻ってきます。で、お尻をドンと落とします。もう一回ね、三、はい、ワン、ツー、スリー、オッケー、もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、もうでここでシェイク。そう、その時に、右の足の方に重心が来るので、そこで段を取ります。ドン、ドン、はい、段を取った時に左の足がフリーなので、かかとを内側にドン、ドンと打っていただきます。その時に手も上下に動かしていきます。はい、気をつけなくちゃいけないのは、お尻がドンと入った時、右腰が前の方にちょっと出てきますが、その時は右の肘が下に、腰に近く。はい、もう一回いきますね。ダン、はい、ワン、ツー、ドン、ドン、ワン、ツー、ドン、ドン。これがチョコレートシェイクの一番シンプルな形です。で、シェイクなので、もうちょっと難しく考えると、この肩のシェイクをワンツーの時にもズッズッズッっていう風に入れてあげると、うん、またちょっとノリが出てきます。そう、ワンツースリー、お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 という風に。ちょっとサクッとやってみて、なんとなくぎこちないと思うんですけど、今ワンツーっていう風にやるとなんかちょっとぎこちないと思うんですけど、あんまりここをきっちりきっちり、カウント通りやるよりもちょっと振ってあげるような感じで、トントントン、そう、細かく振り上げてあげた方がいいです、ね、あんまりきっちりやカウント通りだとニュアンスも伝えにくいので、こっち側にね、左側に向かっていくので、肩は右肩から左に向くときに、左がこうやって出ちゃうと体が正面の方に向くのが分かりやすいので、体を左に送るために右肩から向けたり、そうです、テイクが入らない状況だと、まず一発目に右肩を入れてあげてからドンドン、テイク入れると右肩から、そう、ワン、ツー、スリー、もっとなります。あってもちょっとわかんないけど、そうですね、あんまりね、肩一生懸命やりすぎるとね、ぎこちないんです。ここは本当にちょっとニュアンス的な感じで軽くやったっていうぐらい、そう、そう、ちょっとね、ポイントとして、やっぱりシェイクだからシェイクばっかりなんですけど、一回重心移動をちょっと気にしてあげるといいんですよね。右から左に行く、で、左に行くときは右肩からこう左の方に持っていってあげて、左にちゃんと重心を持ってから手を上げて戻ってきます。こういう風な感じですね。なんか細かいところは自分で変えちゃっていいってことだ。そうですね、肩の振り方も今ワン、ツー、スリーってやってますけど、やり方によってはもっと細かくやる人もいると思いま
ますし、そこは特にこの最初のところ、ここはニュアンスで、こうやってやっちゃうような人も、そうですね、例えばね、シェイクシェイクみたいな感じですね。まあ、だけどこの体重移動だけはしっかり基本です。そうですね、はい。なんでチョコレートシェイク？ねえ、これは私もわからないな。バナナシェイクとかあるの？チョコレートシェイクっていうのはこっち向いてこっちに戻るっていうのがチョコレートシェイクだろ。こっち向いてない、こっち行ってこっち、これがチョコレートシェイク、シェイク、うん、これがどこがチョコレートなの、まあ、分かんないけど、でも例えばシェイク、シェイクシェイクっていうと、じゃあ例えばこう右行って左行く、これもなんか違う名前のシェイクだったりするわけ。なんか例えばでも、こういう普通のシェイクはペプシェイクっていう。だよね。これだけチョコレートシェイクっていうの、うん、なんで他にもシェイクってある？他にシェイク、ハーレムシェイクっていうのもある、あるけど、でも時代背景としたらこっちの方が昔だ、うん、こっちはヒップホップとか、うん、これ流行ったよね。じゃあね、今言ったのは2パターンあるので、最初からシェイクを入れないで、あとのシェイク。シェイク入れないで、で最初もシェイク入れて、シェイク入れて、2回ずつやってみましょう。ちょっと変わっていきます。3、4、1、2、3、4、5、6、はい、シェイク入れます。1、2、以上です。以上チョコレートシェイクでした。ありがとうございました。